伊藤岡様、あ、って何やってんだ。見てわかるだろう、腕の毒を抜いて。うわ、痛そうだな。ねえスイ、アイシャが痛いのを我慢するのにこの相手をしてあげてほしいのだ。だから痛くないと言うに。どう見ても痛いだろう。で、なんだ、私はアイシャのこの相手をすりゃいいのか。うん、それで気が紛れるらしいのだ。なんだこいつ。なんだだと。卑弥呼。うん、まあいいや、ごね、ごっとけどいいのか。私ごはちょっと自信あるんだけど。構わん、強いくらいの方が気が紛れ、いや暇つぶしになる。素直に痛いって言えばいいのに。強情っぱりなのだ。うるさい、本当に痛くないのだ。ねえスイはどちらにする。なら先手で打たせてもらうぜ。でま、負けた。弱いのだ。弱いの。弱いぞスイ。なんだと。もう一戦。カダ、まだ終わらんのか。あともう少しだ、我慢しろ。そういえばダーリン、今日は叫びがないのだな。あれは病魔を見つけるためと針に気を込める動作だからな。傷口の切開は気を落ち着ける方が大事なのさ。なるほど、なかなかに奥が深いものだな。どうか様、お姉様は来てないですか。ってみんな何してるの。何？お姉様、また碁でボコボコにされたんだ。やっぱり弱いのだ。やっぱり弱いのだの。うん、弱いくせに強いって言うんだから。うるさい、そんなに言うならお前がアイシャとやってみよう。私は帰る。はいはい。で、アイシャはそっちで何をこそこそやってるの。手術なのだ。え、こうなんてやってる場合じゃないでしょ。痛くないの。痛くなどない。痛いのをごまかすのにこうやってるのだ。痩せ我慢しておるのだ。だから痛くなど、痛いって言ったのだ。言ったの。言ったね。だからま、いいや、ゴの相手はタンポポがしてあげる。何この席、傷口丸見えなんですけど。仕方なかろう、天幕とてそう広いわけではないのだし。
嫌だな。はあ、チョコマカとすばしっこい。相変わらず見事なもんね。ふっきー、降りてきなさいよ。はぁはっはっは。5の給養機も噂で聞くほど大したことはないようだな。キン、なんなのあれ、腹立つ。なら次は私が奴の隙を作る。孫将校はそこをつけ。わかったわ。なんだなんだ騒がしい。って町長野郎、なんでお前がこんなところに。ほほう、金馬長もお出ましか。面白くなってきたではないか。えんや、わかってるだろうな。当然だ。何の騒ぎだ。少年様、師匠、ちょうどいいところに。あの蝶々仮面に五の誇りを汚されたわ。捕まえてお仕置きするのを手伝ってちょうだい。五の誇りを、承知いたしました。うん、孫悟の猛将観念まで参戦とは少々分が悪いから。孫将校、観念。分かっている。どちらが先んじても。恨みっこなしね。上等。ならば行くぞ。はあ、これはなかなか。どうした、今日は一人か。ちっこい相棒はどうした。貴様らなど一人で十分ということだ。ここでいただき。その程度ではやらせんよ。はあ。この四人で挑んでもしのぎきるか。やはりこの四人大したものだな。さて、この次はしのぎきれるか。なんだ。トしろそうなことしてる万人。お主、その仮面まさか。花の代わりに誘われて花鳥の定めに導かれ、響く叫びも高らかに、塩美な蝶が今舞い降りる。花鳥仮面2号34。花鳥仮面2号？混ぜてもらってよいかしら、1号。ふっ、私以外に花鳥の定めに呼ばれし者がいたとはな。よかろう、共に戦おうぞ、2号。いい、任せてちょうだい。でー
ぬふん。なにこいつ、キモ。今よいしよう。承知。はあ。こやつ、私の動きを知っている。さすがね、一号。無論だ。しかし二号、分かっているとは思うが。ええ、全部峰打ちにしてあるわん。言うまでもなかったか。一気に行くぞ、二号。分かったわん。必殺課長旋風よん。承知。てやな、こいつら初対面じゃないの？なんと見事な、まるで舞でも見るような。おい、そんなこと言ってる場合じゃないだろう。あたしたちも行くぞ、エイヤ。さて、これで完了っと。よく頑張ったな、カンウ。そうか、もう動かして構わんのか。無茶言うな。針を打てば少しは回復も早まるだろうが、それでも3日は動かさない方がいい。3日か。まあ、眠っているよりはマシか。ならば、その回復の早まる針というのも頼めるか。わかった、ヒミコ。おお、これだな。すまん、なら行くぞ。はあ。な、なんだ。血の流れを正し、腕の回復を早めるツボはここだ。いけー、ゴッドフェイド。ダーリン。すまん、陶器を当てられてつい。さすが一流の武人、いい拳だったぜ、ガク。あ、歯医者さん。ん？どうした、ひなり。あの。どうした。見てくれはあれだが、悪いやつではない。それでどうしたんだ、ひなり。見てくれが？あの、外で騒ぎが。で、どうして私は復帰早々お主らを叱らねばならんのだ。つい、えんよ。私が悪いんじゃないもん。私も悪くありません。悪いのはあの二人の超超仮面です。二人？あの槍使いと名乗りの時だけに出てくるちっこいのか。ちっこくなんかないと思います。そうか。
セイ、この忙しい時にどこに行っていたのだ。本陣は大騒ぎだったのだぞ。周囲の偵察に出ていてな。その様子では何やら人騒ぎあったようだが。そうか、なら仕方ないな。ああカウン、傷は大丈夫みたいね。孫作殿、肩の治療確かに見事なものだった。むしろ怪我する前より調子がいいほどだ。ならよかったわ。それにしても、うん、孫作殿には随分と迷惑をかけてしまったようだな。気にしないで、こっちも悪かったみたいだし。シャオは悪くないもん。悪いのはあの蝶々仮面だもん。シャオレン様。まったく、シシュンがついていながら何をしていたのよ。面目次第もありません。帰ったらよーく言い聞かせておくから、ごめんなさいね。こっちも悪かったって聞いてるし、気にしてませんよ。それより今回はありがとうございました。孫作さんがカタさんを連れてきてくれたおかげで助かりました。どういたしまして。人探しの件、力になってあげてね。うん、私たちにとってもアイシャちゃんの恩人だもん。任せといてください。しかしこのような戦場にも姿を見せると、あの蝶々仮面一体何者なのだ。しかも今回は何やら筋肉の塊のような巨漢まで一緒でした。どうかしたの。お主、朝鮮だったか。あ、いや、我が国の秩父についての話だ。あまり気にしないでくれ。そうなら聞かないけど。なら劉備、関羽、私たちはこれで帰るわね。帰るわよ、二人とも。はっ。まったく、あの筋肉お化け、見つけたらただじゃおかないんだから。誰が筋肉ガチガチムチムチピシピシバッツンバッツンお化けですって。あなたじゃないってば。今日変なやつがいたのよ。ひぃ、あれなあ孫将校、つい何よ。なんだ朝鮮って、あの蝶々仮面に似てないか。え、うん、そうか。全然違うじゃない。そうか、気のせいか。気配もまるで違うぞ。関連までそう言うか。じゃあ別人なんだろうけど、納得いかない。